代表的なクリスだがクリスは、インドネシアやマレーシア、ブルネー、タイ南部、フィリピン南部で主に見られる、独特の非対称の探検である。英語では、クリスないし、カリスと表記される。武器であり霊的なものでもあるクリスは、幸運ないしや空運を持つ存在と考えられる。2005年、インドネシアのクリスは、ユネスコの無形文化遺産に登録された。 どのように生じたのかを確かめることはできないが、クリスという言葉は、ジャワ語の起源を持つ。カリスという言葉は、サスや、貫通するという意味の古いジャワ語のギリスから生じた、可能性もある。クリスは、このジャワ語の英訳である。クリスは、もっと頻繁に使われる言葉だが、これは主に西洋世界に関係がある。 晩年のボンバングハースレーヌクズモによって書かれたエンシクロペディカリスという題の大衆向けのジャワ語の本によって例示されているように探検の原産地においてカリスという言葉はもっと大衆的であるカリスを好む収集家もいればクリスを好む収集家もいるヨーロッパの植民地開拓者によって使われた他の綴りとしてはクライズ、クライズ、クリス クリースが含まれる。クリスはフィリピン南部で発見されたモロ族のクリス島とフィリピン諸島の他の至るところで発見されたクリスダガーを区別するためにも大雑把に使われる。今日世間に認められているクリスは西暦1361年くらいには存在していたとトーマス・ラフフルズのスクージーンの研究からフレイは結論している。学者や収集家。 その他の人々は、クリスの起源について、無数の逸話を形成した。クリスの最も初期の形状と信じられているものは、ベトナムのドンサンで発見されたダガーによってもたらされた、と信じている人もいる。しかしフレイは、マジャパヒト王国のドンソン起源説を却下している。なぜなら、マジャパヒト王国の説に先行している反論できない。 別の形状に関する主張が存在しているのである。東南アジアで発見された彫刻と、レリーフ板の研究を通して、クリスの歴史はたどられる。クリスのより有名なものの一つは、ボロブドゥル遺跡やプランバナンジーン群に姿を表している。ジャワの伝説上の英雄、パンジは、最初のクリスの鍛冶屋とされる。様々なクリスダガーの展示クリスは、 フランク状に曲がった柄を持ち、それは差し込むような打撃の補助として役に立つ。同時に手首の強さのために切りつけている時に歯に圧力を加えることができる。そのためクリスで切られた傷口は保護することができない。クリスは柄の幅のある歯以外に特別に手を保護するようなものが何もない。そしてその歯が最小の保護を提供している。なケースとして クリスの歯は誕生されたものであるかもしれず、歯の軸は柄の軸に対して曲がっている。その意図は自動的に畝を持った歯を得ることである。しかしこれはまずく作用し、武器を脆弱にしている。クリスは毎日身につけられ、特別な式典において先祖伝来の家財とともに連続した世代を通じて継承される歯である。武器の他に精神性や 神話の一部として必要とされた太古の葉を年一度の掃除はしばしば使い古して薄くする。ありがとうございます。